2007年クソゲーオブザイヤー大賞。48狩り。最後、締めくくるのは、猫の霊。怖い話が聞きたい？それ。なんて発音すね、これ。アティ？アティ？それ、アティに言ってんの？めんどいなーって、普段は断るところだけど、今日のアティは、機嫌がいいんだ。特別に話してやるよ。ずいぶん昔の話だけどな、アティは友達と家族でホームパーティーをしていた夜に、怖い、なんでそんなスケバン的な喋り方な。なあ、もうちょっと、年相応の話し方してや。みんなで肝試しに行くことになったんだ。頼むよ。父さんの車で向かってる途中で何かが当たった音がしたのさ。で、みんなで車を降りてみたんだが何もない。友達はふざけて写真を撮ったりしたけど、とりあえず車に乗り込んでその場から離れたんだ。おう。悪くないよ、今のところ。すると移動してる車内で猫の鳴き声が聞こえたんだよ。まさかと思ったんだけどさ。でも、みんなに聞いてみると、アティの他に二人同時に聞いてたんだよ。そんなの聞こえないっていう友達もいたんだけどさ、一度だけじゃなくて何度も聞こえてきたんで、恐怖のあまりみんな泣き出して、アティも怖くてどうしていいのかわからない状態になっちまって、肝試しは中断。その日は解散することになったんだ。もう。それから何日か経って、あれは何だったんだって思って友達と話していると、もう一人の友達があの日以来、風邪をひいてるらしくてずっと休んでいたんだ。それで学校の帰りにお見舞いに行こうということになった。うん。すると、部屋のベッドの上で泣きながら一枚の写真を握りしめていたんだ。明らかにいつもと違う様子で恐る恐るアッティーたちにその写真を手渡してきた。なや。それを見るとあの日の写真で、そこにはアティーたちが写っていて、よく見ると足元に首のない血だらけの動物みたいなものがうっすらと写っていたんだ。うわっ怖い。これからどうしたらいい？泣きながら言う友達を見て、これはまずい。あの日と一緒だった。メンバー全員のお祓いが必要だと思って、みんなに連絡して、近くのお寺にお祓いに行くことにしたんだ。お祓いが始まるとなぜかアタイたちの意志とは関係なくずっと涙が止まらなくなっちまった。写真を撮った友達はうめき声を与えていた。あげていた。猫や猫の霊、ようやく落ち着いて家に戻り、それから何日か経って父さんの車に乗っていると、また猫の鳴き声がして。まさかとは思ったけど、何回か鳴き声が聞こえた、続いた後に、急に車が止まっちまったんだ。笑顔で言うセリフじゃない。あの時の記憶が思い出された。なんで笑ってんねん、この子。何度か業者の人の協力でガソリンスタンドまでたどり着いて調べてもらうと、絡みついた猫の頭が発見されたんだ。まだあの時のことは終わっていなかった。結局その車をお払いしてもらうことになったんだ。それからは特に何もない生活に戻ったんだ。あれ以来、人にはちーっと言いにくいんだが、アッティーたち、猫の鳴き声恐怖症なんだよね。かっ！これで、ファルコン武田の48狩り、店じまいとさせていただきます。最後は、猫の鎧。猫の鎧ではない。猫の呪い。